1ヶ月後また会ってお話ししませんかって。ありがとうございます。僕の魅力の虜になってもらえるように次の旅で待ってます。大好き。また1ヶ月後会いましょう。ありがとう。バイバイ。よかったよ。バイバイ。またね。気持ちが整理されちゃうのか、膨らむのか。そうそう、膨らむでしょう。普通はな。え、場所も変わる。場所変わるよ。プーケットからセブ。あ、セブ。セブめっちゃいい。細い道のりを歩かしてる。落ちないでよ。誰？これもうじゃない？もうじゃない？もうだよね。もうだよね。え、これでわかる？あ、このポシェットは。あ、さすが。もうだよ。もうだ。さすがやな。やったな。やりました。おしゃれな位置で拍手しない。一ヶ月落ち着かなかったですな。来る人が何人か分かってるからこそ余計緊張しました。そうか、そうなんだ。今気になってるのはエイジ君とソウタ君です。もう変わってない。そうだよね。まあ来るよね。この歩き方は、あーやっぱり久しぶり。もう笑っちゃって。いつもの登場シーンとちょっと違う感じがする。やっほー。髪の毛明るくなってる。そう。女子だな。いいね。ね、一人だった。マジ？ここで誰かいるか。誰？さきちゃんだったわ。そう。やばいね。ドキドキだね。ドキドキだよ。やばい。お、あれ？あ、これあいつやろ。来たー。おー。ここで会える瞬間がすごい止まらないよね。感情ですよね。めっちゃ楽しそうな声聞こえてきたんだけど。久しぶりです。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホーだね。俺は二人に来てほしかったです。ありがとうございます。私はエイジ君来てほしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。私も来てほしかったです。照れるよ。やばいな、マジでやばいな。やばいな。やばって身につけた。お、そうだよ。そうだよ。髪色をコロコロっと茶髪になったね。やっほー、久しぶり。イメチェンしてる。変わったね。皆様お久しぶりです。久しぶりです。こんにちは。久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。存じてます。存じてます。変わったな。存じ上げてます。ね、4人来ると思った。うわ、なるほど。髪もね、明るくなって。あ、明るくなったね。気づいてくれた。ちょっと明るくしました。ちょっと前回ちょっと前よりなんかテンション低かったから。あ、髪色からみたいな。そう、髪色からも外見から明るくしようかなって思って感じですね。はい。俺もしてくるじゃあ。一ヶ月で鳥博士になってんじゃない？めちゃくちゃ勉強してきて。ね、1ヶ月どんな感じでみんな過ごしてた？どんな感じで過ごしてた？むずいな。
ぼーっとしてたらね、1ヶ月経ってたよね。すごいな、それは。ぼーっとしちゃってたの。来たわ。スタイルよ。誰だ？いたっけ、こんな人。らしい。やばいね。ごめんなさい。え、ゆうちゃんじゃないの？重そう、スーツケース。やばいね。来たわあ、かわいい子来た。やばいね、来たね。やばいね。はじめまして。清楚女子来た。愛知県から来ました、高校1年生、板倉桃香です。お願いします。お願いします。高校1年生、かわいい。お願いします。お願いします。強敵登場かも。なんて呼べばいいですか。桃香で。桃香。はい、桃香。頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。楽しみましょう。見えちゃった。待って、こっちからまた、うん、おー、うん、初めまして。初めまして。大阪から来ました、赤木優香です。よろしくお願いします。お願いします。いいじゃない。大阪、大阪、ナイス大阪。めっちゃ重たかった、これ。めっちゃ重たい。なんか部活とか好きなこととかありますか。ダンサーで、ヒールダンスとジャズダンスを主にやってます。すげー、すごい。あ、継続で来てほしかった人とかいますか。エイジ君来てほしかった。ちょっと待って、また新たな風が吹く。私もエイジ君来てほしかった。激モテやん。今回もやだ、エイジこんなモテて。ねえ、映画のモテて。お、男の子。気配よ。あれ、似てる。おー、かっこいい。またかっこいい人が。高校3年生の神奈川県から来ました川尻モネルです。よろしくお願いします。モネル。好きなことは人と話すことと友達とスポーツをして遊ぶことです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。モネルさん。モネルです。モネル、すごい。珍しいですね。そうですね、めっちゃモデルみたいな。足長いかけてる。うまいですね。いい。そのまんまよ。え、ハーフ。ハーフです。どこの、どこの。ちょっとこれ当ててって言うと多分一生当たらないんで言うんですけど、モロッコっていう国なんです。聞いたことあります。聞いたことぐらいはあります。まあまあピンとこないじゃないですか。そう、僕も日本生まれ日本育ちなんで、何が有名かって聞かれたらちょっと分かんないんですけど、だから自分からは言わないです。聞かれたらモロッコだよとだけ軽く覚えておいてください。モロッコだよ、モロッコだよ。すごいな。え、スポーツとかやられてたんですか。陸上やってました。え、陸上は何やってたの。でも短距離。え、短距離かっこよくないですか。足速い人よくないですか。いや、めちゃめちゃ褒めてくれる。話すの上手そう。僕全然速くないんで羨ましい。めっちゃ上がるな。私は卓球部でした。中学。中学。で、みんな意外と馴染みあるけど、うまくできる人あんまりないですよね、うん、卓球。あ、できないんで。全然馴染めてないんで。馴染めてない。はい、全然全然。温泉卓球なんで一人だけ。あ、温泉卓球でもできたらね、盛り上がります、ね。一番楽しいよね。回してるな、おねる。全部肯定してきてる。ルーキー来た。そうっすか。すごい、すごい人来た。あった、面白いぞ。あ、待って。お。かっこいいって、ちゃんとついてる。神奈川県から来ました、高校3年生の伊藤渡です。よろしくお願いします。あ、高3だ。お願いします。最初で最後だ。最初で最後の教室。緊張してますか。ちょっと。ちょっとめちゃめちゃしてる。え、スポーツとかやられてたんですか。サッカーやってました。サッカーで。やってサッカー男子。ありがとうございます。サッカー男子だ。人見知りな感じがいいですね。おとなしそうな歩き方。いるわ。もう一人いるわ。え？いる？あ、いる？すごい。わあ、イケメン来た。かっこいい。あ、兵庫県から来ました。高校1年生、フムジャバオです。よろしくお願いします。お願いします。バオ。高1だ。仲間来た。
寡黙な感じ。今一番注目集めてるから視聴率 100% 今一番こうみんなから来てるから。そう 100% なんで梅沢はアフンブジャバオです。バオです。バオ、バオくん、はい、あ、ベトナム人です。ベトナム人、はい、あ、国籍も、あ、はい、そうです。え、緊張されて？すみません、緊張してます。あ、緊張してる。そうだよね、一番多分緊張してる。なんかミステリアスな感じですよね。モテると思います。入ってきて誰の顔見るでもなく、ついてそっぽ向く人初めて。いやー、1、2、3、4、5、6人目。あれ、紫だ。おお、なんか見たことある。え、本当？千葉県から来ました、高校2年生の那須川龍神です。那須川、那須川、待って、お願いします。え、那須川天使、ざわついて、ざわついて。え、弟？弟？おじゃ、すげー。すげー。プロじゃん。あ、もうすごいやん。すごい。あ、そんな、あの、みんな分かったんだ。あんまいないもんね、名字で。あ、確かに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 。あ、だから見たことあるって言ったのか。そうなんね。やっぱやってるんですか、格闘技系。5歳から始めたから。5歳、12年。すごい。ビビっちゃってない？めちゃくちゃ敬語使ってる。すごいな。お、来た。今ちょうどあっちからも攻めてくれてます。え、待って、わかるかもしれない。え、こんにちは。こんにちは。わあ、継続、久しぶりだ。重たい。ノアちゃん、ノアちゃんよ。はじめまして。はじめまして。天文編と夏休み編2023から継続できました、高校2年生の田中奈です。お願いします。お願いします。かわいい。重たい。めっちゃかっこよかったです。ほんまに懐かしい。すごい好印象でした。キュンキュンすることしてほしい。キュンキュンすること。あ、そうだ。頭ポンポン。うわー、ちょっと。うわー、そうだ。ずっと瑛人くんしか考えられなかったです。お願いします。ごめんなさい。バイバイ。バイバイ。今回来てほしいなと思って来ました。あざっす。して増えた。増えたら。と花道くん。とノアは花道くんのことを思ってアピールしたけど、まだ自分の頑張りが全然足りてなくて、こんな自分の曖昧な気持ちで花道くんと付き合って申し訳ないし、ごめんなさい。なんか高校次3年生になるんですけど、あと1年間やっぱ彼氏作って制服デートしたいなみたいな。いいですね、制服デートってすごい言葉だ。思ってきました。イエーイ。綺麗になってる。なった。うーん、おー、まだ来る、まだいる。え、なになになに、びっくりした。まず来る。待って、重くない？まおちゃん。まおちゃん。はじめまして。夏休み編2023からの継続できました、高校1年生小栗まおです。よろしくお願いします。大人っぽくなってる。私は推しっていうか好きなので、そのちゃんとその気持ちを伝えて、花道くんも私のことを好きになってくれるといいなって思います。かわいい。かわいい。告白を
しようかなって思ってて、ちゃんと自分の気持ちを伝えたいなって思ったので伝えに行きます。ありがとう。ほんまに好きです。付き合ってください。まゆちゃんの気持ちには伝えることができないです。ごめんなさい。びっくり。ガチ？ガチ？まおちゃん久々だ。そっか、同じとこ。多い。キャリーケース12人。今回過去最多人数の12人での旅となります。もうこれほんまどん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 人増えて最終的にほんまの修学旅行になってるじゃん。40人ぐらいで。一人です。わたるくんです。最初入ってきた時にかっこいいなって思って話してみたいなって思いました。思いを伝えるのも大事なんですけど、思いを伝えられることが好きなので思い伝えられたいです。エイジ君とリュウジン君、ずっと見てて面白いし気使えるなと思って来てくれたんで気になる人に入ってます。リュウジン君は、まあ、タイプだなと思いました。まさか来ると思ってなかったから理解できて、と思って気になってます。今の時点で話してみたいと思うのは渡るくんだけです。なんか静かめだったし大人っぽそうみたいな、なんか私うるさいから大人しめの人でまあこんぐらいみたいななったらいいなみたいな。なんか結構私最初からもうこの人って決めてそのまま直進していったんですけど、もう少しだけちょっとパパパパっていろんな人と話してやっぱりこの人って思った人で決めたらそのまま最後まで行きたいです。バオ君です。顔小さいなとか、あとは身長が高かったじゃないですか。スタイルが良かったからです。追われるより追いたい派なので、彼氏作って楽しい思い出をいっぱい作りたいです。可愛すぎる。知りたいなって思って、ずっと待ってたいよ本当に。好きになってくれたらもう好きに絶対に幸せになってこの旅を笑顔で帰ってほしい。なんやこの顔。前回までが卒業編前編、はい、で今回からが卒業編の後編になるそうです。ほんで今回ちょっと女子がもう強すぎるわ。チャンピオンの集まりみたいな感じ。いやほんまそうそうそう、ファンが多いですからね京介。そうね、私も今やってるドラマで一緒の門脇麦ちゃんが、うん、カレンちゃん京介面白いねって言って、私スタジオ行きたいってずっと言ってて。すごい、来てくれんの門脇麦ちゃん。本当ですか。喜んできてくれると思います。嘘やん、一回打診しよう。望みはあります。今日好きになりました旅のしおり。ルール、この旅は運命の恋を見つける恋の修学旅行です。旅の最終日にカップルとして成立したら旅は終了。カップルになれなかったメンバーは次の旅を続けるかどうか選べます。そして今回の旅は2泊3日ではなく3泊4日です。いいねいい。なんか伸びた。1日目昼ビーチサイドでランチ。おいしい。夕方2組に分かれてグループ行動。もうなんだ。初日から分かれるんだ。P
フィリピン最大の水族館。楽しそう。行きたい。2プールでフリータイム&カヤックで遊ぶ。いいね。楽しそう。で夜、うん、宿泊先でホームパーティーです。ホームパーティー。ありますか？まだある。まだある。まだあります。そして今回男女どちらか告白するかは。大事よこれ大事。旅の最終日に分かります。まだ分からないか。楽しみ。ただし男子メンバーはこの旅の期間中いつでも告白できます。今回もしかしもし告白して成立しなかった場合その時点で旅は終了です。終わり。やばいよマジで。ちょっとまあ前回自分らしくなかったというかなんか結構カッコつけちゃったなって思って。そうね。だから今回は大きい声出して盛り上げていくんでみんなで楽しく、はい、まあ恋するとこは恋して楽しむとこは楽しんでやっていけたらなって思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。イエーイ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 。行きます行きましょうか。行きましょう。ごめんなさい、ご飯行く前にちょっとツーショットしていきます。お願いします。ちさきちゃんも行きたいです。お願いします。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。早い。俺じゃない。ガチ行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張ってね。いい声で。大きい声で。大丈夫か大丈夫じゃないかって言われると大丈夫じゃないですけど、エイジ君はキサキちゃんと話したいんだな。まあ次からランチから自分が積極的に行ければいいかなって思います。エイジには気持ち的に負けてるって思うんですけど最初にがっつけすぎちゃったら良くないかなって思ったのと、キサキちゃんもキサキちゃんで話したい人はいると思うのでそれを含めた上で今回の旅を通して自分に振り向いてくれたらいいなっていうふうに思います。この1ヶ月、はい、どうだったのかなっていうのを聞きたくて、うん、俺はなんかあの最後のさ、うん、バイバイした時には、うん、よりもそのこの1ヶ月でキサキちゃんへの思いが強くなったっていうかなんかいろいろ蓄積されて思い出したのね旅を、うん、旅のことをね、うん、で最初のプールの時になんか浮き輪乗って足バタバタさせてるのも、うんめっちゃ可愛かったし、バタバタしてたっけ？してたよ。そうやってやってたよ。待って、うん、あの馬乗った時も叫んだじゃん。一緒に。超恥ずかしい。もう、ちょっとめっちゃ、うん、めっちゃ嬉しかったから、嬉しかったし、だからこの1ヶ月すごいめっちゃ会いたいなって思ってました。嬉しい。一番言われたい言葉かも。うんあー嬉しいです。すごくあのね、なんかもう一人に絞ったとか言われるのかなと思ってた。それは私じゃなくてエイジ君が優しいからこそ、うん、初っ端からなんか伝えたりするのかなって思って誘ってもらった時嬉しいけどなんかあもしかしたらこれきっぱり言われたりあるかなとかまあ考えちゃうね思ってたから嬉しかった。よかった、よかった。私は1ヶ月過ごしてやっぱり一番会いたかったんです。たまらんねなら言いたいことがあるのは今気になってる人が2人、うん、1人はもちろんエイジ君
もう一人がソータくん。ソータ、ああ、そっか。それは前の旅も通してその楽しかったなって思う部分があって、それが気になってるっていうのは、あの今伝えるのは、エイジ君のことが気になってるからこそ、うん、誰かの口とかじゃなくて自分の口からちゃんと伝えたいと思った。黙ってるのも違うと思うし、強い。キサキはね、こんな可愛いのにかっこいいんだよ。韓国よくあるけど、それも自分の気持ちに素直に思ったことはちゃんと伝えるようにするから。うん、俺もじゃあ伝える。はい。なんかさ、こういうツーショットになるとさ、緊張するとかなんか言ってなかったっけ前回。言ってたよ。だから嫌なんだよ。すごい嫌なんだよ。なんかやる？ゲームかなんかやる？何やる？何？何でもいいよ。緊張ほぐれそうじゃない？何がいいだろうな。なんだろう。あっち向いてほいとか。あっち向いてほいやろ。じゃあ盛り上がるかな。いいよ、全然いい。ほぐれまくるでしょ。しのぞ。じゃ負けたら謝罪ね。あ、オッケーでした。謝罪しちゃう。めっちゃけっぽい。はい、これでしょ。あっち向いてほい。あ、弱。早いって。分かってた。早い。早すぎる。いや、ごめんなさい。すいません。でも、はい。緊張はほぐれました。本当これで。でもちょっともう一回やってもいいですか。早かったんで。じゃ勝ちたいわ、普通に。ステッシャグー、ジャケポイ。はい、これでしょ。始めてほい。よし。ステッシャグー、ジャケポイ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。あっち向いてほい。ステッシャグー、ジャケポイ。あっち向いてほい。ステッシャグー、ジャケポイ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。あっち向いて、何してんの。あっち向いてほい。ほぐれたよ。ほぐれた。めちゃめちゃほぐれたよ。めちゃめちゃほぐれた。あ、ほぐれたね。渡したいものがある。何ですか。一旦あっちも。一旦あっち。もう顔赤くなった。俺？私。それはどうして？焼けた？そういうこと。え、何？それなんか伏線みたいな、顔赤くなったっていう。いや、違います。え、すいません。仲いいな。いや、はい、向いていいよ。じゃん。これ、本当は、うん、前回、これ花火の時の写真じゃん、うん、だから前回渡そうかなと思ってたんだけど、最終日にちょっと今になっちゃうけど、エイジ君は来るなと信じてたので渡します。ありがとうございます。どっちか好きな方どうぞ。じゃあこっちもらいます。あ、出す。これはすっごい恥ずかしいんですけど、うん、すごい恥ずかしいんだけど、つなげるとキャーかわいい。いいね。これ書いてて恥ずかしいと思って。いい、めっちゃいいやん。書いてて、これこれなんでしょう。馬ですね。乗ったね。馬です。プーケットでの思い出だから、ここはフィリピンだけど、うん、写真がさ、うん、全然撮れなかった。馬とかもブレブレ。そうね、確かに。そう、ブレブレだったから、このこれエジ君顔真っ暗。いや、全然全然なんだけど、でもこれしかちゃんとした写真なかった。じゃあ今撮っとく。あ、今撮っか。じゃあ一旦私の携帯で。一旦私の携帯で行きます。はい。そのままにしちゃった。行きます。綺麗だ。この子。この子。これだけでも撮ってもいいですか。そうね。はい。いいね。頼む、中川くんバージョンもちょうだい。さきちゃん頼む。自分で作ろうかな。オタク、オタクすぎる。めちゃめちゃ綺麗。もう仲いい。おしゃれ。すげえ。美味しそう。すごい。美味しそう、フルーツよ。シャキちゃん、一緒に座れ。うん。エイジ君座りたい。座ろう。座ろう。どこがいいですか。どこがいい。どこでも全然。どこ座る。どうする。交互に。交互に座ります。でも適当に椅子を当てて座って、うん、それで、あ、そんな感じ。じゃあこっち座るかな。あ、いいよ、自分は。失礼します。適当に座るわ。
あ、じゃあ座ります。ここえ、すごい、すごい。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。さあ、どれから次回、次回どれから。ねえ、どれから。これちょっと悩む。次回何食べる。食べるよ、全然。魚にしよう、魚にしよう。そうそう、これ食べる。食べる。行けよ。え、高三ですか。高三です。いいのかな。高二でしょ。高二。ここ、美男美女すぎるな。見てた、あの、夏休み。え、死ぬ。恥ずかしい。そんなのある。え、どう思った。いや、俺来てほしいって実際言ってたん。え、来てほしかったんだ。へぇ、ほんまか。うっせぇの顔実際ほんまに。うん、うん、なんか全然そんな感じせんけどね。ほんまに全然渡るくんそんな感じせんけど、うん、感情があんま出ないし多分。あー、じゃあ出してこ、出してこ。仲良くなったら出せる。うん、じゃあ仲良くなる。第一印象出した？出したんやん。ちょっとだけ。誰？二人いて。仲良くなったと、ノアちゃんと、ノアちゃん。マジで？やっぱ見てきてるから。え、なんか話してみたい人？ああ。が。一人、うん、大丈夫ですか。喋る喋る。まあまあね、だからこう座った、うん、え、誘われへんかったから。なんじゃ誘おうと思ったんやけど。ほんまに、うん、なんかちょっとあんまりやな。え、そこで、で、会いた瞬間に、あ、行こうと思って。もう黙ってろって。なんか座ってくるかな。思った。来てや、なんでな、またん取って。おりおり。そうだよ、でもそれ行ってくる。次行くわ。うん、次誘うわ。わたる可愛いな、なんか。うん、タイプは。笑顔は可愛い。あと話しやすい。うん、どうちゃん話しやすい。なんかさ、わたるやっぱかっこいい。かっこいい。中島健人くんもこんな感じの顔。そう、目元が中島健人さんで似てるよね。あ、なんか鼻とか口が菊池風磨さんに似てる。ミックス、最強ミックス。何もかも初めてすぎて緊張がしないんだよ。いや、確かに優香めっちゃしてるけど。マジ、うん、今回気をつけてるの初めて。うん、今までなんか見てたの。なんか、うん、何見てたの。ん、何編見てたの。ほとんど全部見てるよ。マジ、うん、やっぱそうなの。みんな見てるの、高校生とか。え、見てないの。見てない。マジか。定石が分からないからこそ変わったことしてきそうですよね。素敵な恋する。うん、素敵な恋する。うん、いいね。できたらなって。できたらな、ね、なんかスポーツやってた。卓球。へえ、やってた。マジ卓球好きよ俺。卓球？うん、中学だけだよ。ああ、高校何もやらずみたいな。そこは帰宅部。ああ、まだよ。やめてないの。やめてないの。これやってるん。これ俺綺麗だ。やってます。ボボボーンってやってます。やらせていただきます。すごいな。逆によく知ってたんだ。え、うん、知ってたで。マジマジ、みんな知らないかと思ってた。知ってるやろ。マジマジ知ってるよ。思ったより知ってくれっすよ。熱っ。お、服タイミング一緒。なんか一回 TikTok で回ってきた。すごい、うん、短いけど。ああ、そうだ。試合時代見たことあるの。うん、かっこよかった。そりゃかっこええよ。一番かっこいい瞬間だから。試合時代見てみたいな。名前、まだ一回も見たことない。マジないないない。好きなタイプ、喋ってて喋りやすい人。うん、喋りやすい人いいよな、ね、なんだっけ、ね、なんだっけ。と、おもろしろくて、うん、男らしい人。ぴったしです。でも龍神と優香合うやろな。あれは第一印象。第一印象。あ、いいの。いいよいいよ。いいの違うの。
名前はあれだけど一応一人でも第一印象って言っても全然さいっぱいいすぎて喋れてなかったから全然顔見えてなかったのだからパッと目に入ってきた子を言ったけどこれからどんどん喋ってて楽しい子がいいな、うん、なるほどね、うん、面白い人が好きなんだじゃあそれもないいやでも面白いに越したことはないよね面白いに越したことはない、うん、隣の場をそうそうそう結構喋れるタイプでしょいやそんなことないよいやめっちゃ聞いてくれるからさ結構話題振るの苦手で本当に、うん、でも楽しくない楽しかったらテンション高くなっちゃ う, うんなんか一回さ話何盛り上がるとそっからさ結構ね続いたりするねバオの顔バオ何か食べるなんか何も食べてないよねなんか食べようかな何が好きだ何でも食べれる何でもいける好きなものかわいいキャラロボットなんか癖になるバオ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 くんあ、そうですバオくんなんで悩んだよ自分の名前やろどういう子がタイプって言った大人っぽくて明るい子がタイプ誰か聞いていいえ誰か聞いていい一人一人雰囲気が変わったなあのそれを言って名前言うのか覚えてないね何やったっけタイプどうもなんかタイプは喋ってくれる人喋ろうもっとどんどん喋ってくれる仲良くなったらねこれが分かるそうそうそう緊張ほぐれたうん結構結構それほぐれてる方だあでもでもよかった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 わかんない。あ、予想ね。予想。え。お。ねえ、さし。ねえ、生きてる。なんかもうずっと今日待ってる。やばいかも。緊張。バオ。ねえ。喋って本当に。なんかじゃあ部活とかの話しよう。部活。どうでしょ。優しいの。バスケだった。それ。なんでわかったん。バスケって言ったのはバスケだから。え、そうなの。そうそうそう。そこ。マジ？バスケ部ないよ。中学までバスケしてた。一緒じゃん。一応キャプテンしました。お前つとまる？まとめられるでもやっと時はめちゃくちゃ、うん、何怒鳴るというかめちゃくちゃちょっとちゃうかもちゃうかも、いやスイッチ入んねえやギャップじゃないギャップですね想像つかないわうまいのでもちょっとちゃうかもしれないえもう本当になんかキョブってたんですよ本当にキョブってたしずっとなんか海眺めてたからえ大丈夫この人って思ってて生きてるとか言って聞いちゃいました第一印象のこと伝えれてないんですよバオ君に自分のバオ君に伝えられてないんでどっかのタイミングで伝えれたらなとは思ってます雰囲気が良かったですよねバオ君は独特な自分のリズム感があるなんか癖になるんだよな喋り方もですけど一つ一つの言動に目がいっちゃっていっちゃうね気になっちゃう存在ですね本当のスターな感じしますねうんまあでもいろいろみんな喋るやろうから俺一回バオタイム入れるからやめたバオらないでバオらないでください動詞にしないでくださいバオ久しぶりじゃあ逆、うん、なんか来るって言ってたけどさ来たここそうしかしたら実際にどうなるか分からないしそう分からんかったから成立した人全員あ成立しなかった人全員が来たわけじゃないじゃん今だからちょっと心配だったんですけどもしおらんかったらどうしようと思ってけど全然来ないわよかったですいて聞いて、うん、前回さ、うん、ビーチフラッグあったじゃん覚えてる、うん、でなんか陸上部やんやのにさあいつにさ負けてなんか指刺されたあいつに何違うビーチフラッグの話あでもまだもう負けちゃったから、うん、野球部にエイジ野球部だからね結構うるさいで伝えたいことがありますはい今気になってる人が2人なの、うん、1人は英二君
のことは気になってて、リカインだった、もう一人気になる人がいて、そうたくん整理整理入ってる、本当に、うん、友達からだけだからやって嬉しいんだけど、ボーちゃん気になる、気になる、ボーちゃんだ、ボーちゃんが気になる。なんか私がそうたくんと話してる時になんかたくさん自分のままで思いっきり笑ってたなと思って、本当に1ヶ月空いてガチで、いや全然だから気になってます。マジですか？だからよかったね、そうた、嬉しい、その何、うん、前回の旅で、うん、そうたくんが例えば鳥とかさ、いろいろお話ししてくれたけど、うん、今度はそうたくんのことも知りたいなと思ってきました。ガチですか？なんか今伝えたいことがありますっていうのを言ってくれたじゃん、うん、ちょっとドキッとした。そうだよね、まあ、後悔しないためにももっとそうたくんとお話ししたいなっていうのを思って出ました。ありがとうございます。そうですね、伝えます。ありがとうございます。受け取りました。ねえ、あ、ごめん、でっかかった声。いいよ、かわいい。いいよ、全然。あの、プエルトリコ姫エメラルド八段です。覚えてる。すごい、すごい、すごい。覚えてるの。あれね、私、どんな鳥なんだろうと思って、うん、調べたの、ちょろっと、うん、私、本当にエメラルドで、あ、でしょ、そう、すごい綺麗と思って。覚えてるんや。覚えてるよ、それはもちろん。まだまだキサキちゃんをもっと楽しませるようなもの用意してきたので、気になる。あ、まあ、気になってもらって、いっぱい考えてもらって、うん、いや、どっちもういないタイプ。いや、それもいないよ。やばいね、12人入ってそう。多いよ、ね、怪しいよね、やばいね。本当にさ、3年だし卒業じゃんか。ね、だよね、やばいよね。だから悔いのないようにっていうか、ね、もう本当に最後の最後じゃん。だから3度目の正直、3度目の正直で、3度目の正直。だからもうなんだろうな、思ったまま行動したいなって思ったよね。うん、なんか食べたことある。ね、やばいよね、最後。逆に増えた。うん、逆に増えた。のん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 。なんかさ、前回めっちゃ話したけど、うん、今回なんかあれだね。話せない。なんだろうね、やっぱなんかあれじゃない？なんかやっぱなんか好きって思うとちょっと緊張しちゃって話せないみたいな。嘘。あ、嘘嘘、全然嘘。まあ、ほんとほんと。かわいい、かわいい。これは男グラッとくるぞ。話し、むずいって、その話してやな。一人で話しててや。一人で話して、一人で話して。一人で話して。頑張りますよ、私は最後まで。俺も頑張ります。頑張ろう。もうね、わかんないわ。今日のテンション感わかんないわ。なんで？でもこういくのもこうとかさ。うで、うーじゃなくて、ね、いいって。それいいって。なんで？殴るのいいよ、もう。殴るのいいの？殴らないよ。殴んなくていいよ。ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。ん？何？手紙書いてきた。から、後で読んで。OK。今読まない方がいい？うん。後で読んでね。ありがとうございます。後ではいつ？いつでもいいよ。まあ、届け、私の思いってことで。まだ読まないでって、その後で読んでほしいって言われて、まだ読んでないです。エイジ君へ、直接うまく言葉で伝えるのが苦手なので1ヶ月会えなかった時の気持ちを手紙に書いてきました。前回プーケットで会った時に継続で来てほしかったって言ってくれたり、
隣の席に座ってくれたことが嬉しかったなって思い出したり、エイジ君と話してると楽しくて笑顔になってるし、ムードメーカーで面白いところも優しいところも全部好きだなって、1ヶ月間たくさんエイジ君のこと考えちゃって早く会いたいなって思ってた。キサキちゃんへの気持ちが大きいことは分かってるけど、エイジ君に好きになってもらえるように頑張る。最後の旅も楽しくたくさん思い出作って、エイジ君が笑顔で旅を終われたらいいなって思ってます。空より。うわあ、すごく素敵な手紙。今日好きになりました旅のしおり、今から皆さんに2組のグループに分かれてもらいます。どうする、出て分かれる。その方法は鼻くじです。最初から運か。いや、まあ、鼻くじの方がいいよ。赤い花を引いたメンバーが水族館チーム、うん、青い花を引いたメンバーがプール遊びチームです、うん、なるほど。以上です。ちょっと僕はガンガテしとくわ。何が？一緒になれますよねって思ってきますね。整理しよう、整理しよう。で、赤が水族館で、青がプール。好きなの言っていいよ。一斉ので一回やろう。一斉ので一回やろう。一斉ので。あ、俺エイジとかぶっちゃう。じゃあいいよ、俺こっち行くよ。あ、いいね。大人の対応やめて。一斉のね。一斉のね。一斉のね。じゃあ俺こっち行くよ。あ、どっち？あ、本当？みんな目の前で。じゃあみんな目の前の。行く？オッケー。行ける？せーので行くよ。行くよ。せーの。赤私が青色だって分かった時に一番最初に見たのはエイジ君だったでした。こういうの大事。一緒になれたのは嬉しかったです。ソラちゃんも一緒。どうしよう。最高でした。くじ引きのグループ分けは引いて青ちらエイジ君青、かわいい。それ見てほしい。キサキちゃん見て青おそうなるよね。そうなる、そうなる。エイジ君と一緒になりたかったんで、まあよかったって思って。まだツーショットはできてないんで、プールで自分から誘いたいです。二人ともいるっていう、キサキちゃんもソラちゃんもいるっていうことでびっくりしましたね。二人ってなると嬉しいは嬉しいですけど、難しい、難しい。いや、そうだ、悔しい。そうだ。キサキちゃんとは別の水族館チームになりました。いや、なんか最初エイジと被ったんですよ。なんかその一斉ので直感で選ぼうって言って、でエイジと被って、なんかエイジが優しくて、あ、じゃあ俺こっちにするよって言ってくれてこの結果なので、ちょっとこれはなんかちょっとあれっすね、エイジが優しいです。エイジほんま優しくて、僕の似てないところで二人がどうなってるかとかわからないし、きついかなっていう感じです。キサキちゃん、二人でちょっと話しませんか。はい、お願いします。リュウジ、おー、リュウジ言ってくれるね。俺も気になってるよっていうのは言いたかった。なるほど。今、まあノアの方が強いかも。ノア君です。デイティンさん、僕も
気になってて。あ、本当に？マジ？キサキちゃんともっと楽しく話せるように、うん、ちょっとあるものを僕は。ソータ君に対しての気持ちは大きくなってるような気がしてて。うわ、逆転した。ほんといろんなことありすぎて。前回の旅と昨日の1日目を振り返って、俺はありがとうってちゃんと言えなかった。こんな決断するとは思ってなかった。